するポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。自分のポケモンを信じて頑張ってね。共鳴ゲージが上昇したよ。相手のサポートゲージが回復したよ。相手を吹っ飛ばすと気持ちいいよね。クリティカル。相手も勝ちね。共鳴バーストするにはまだ遠い。よし、サポートいくよ。試合時間が半分を過ぎたよ。リードしているけど無理しないで。次で一気に決めちゃおう。次のラウンドも楽しんでいこう。さ、サポートはどうする？ラウンド2。バトルは楽しむことが大事だよ。相手の共鳴ゲージが回復したよ。共鳴ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。忘れてない？困ったら助けてもらおう。自力でガードしていこう。よし、よっしゃ、クリティカル発生。通常攻撃で疲れそうです。今回のバトル満足できた？どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で決める。特定の攻撃が当たるとフェーズ変化が発生するよ。こういう時こそ冷静に。ラウンド2。さっきと戦い方を変えてみるのもいいかもね。
バトルトレーナー強かったね。かなりの実力者だったのかも。あー面白かった。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないとね。